みーたん大丈夫かなお風呂と今日はあの結局ハーフツインでそう踊りまして、うん、あナトポンおかえりありがとうレベル上げありがとうございます最後までありがとう結構頑張ったありがとうのんどくここ2日3日でおいたんをすごい感動しているまさか40まで上がると思わんくてありがとうございますあらおかわいいことありがとうごいやなんかおいたんたちも楽屋でちょっと配信見ててなんかもうちょっとなんか止まってる感じだったんでそうなんか見づらいだろうなと思っていたのよありがとうありがとう好きなツインでは、おかえりかみたいもん、ハーフツイン。まあ、こんなの多分もう向こう5年ぐらいしないかもしれない。きーありがとう今日はありがとうございました。ありがとうね。いつも可愛いけど、かわいい、かわいいありがとう。そう、珍しいんですよ、おいたん。なんかまずハーフツインも珍しいし、チョーカーをまずしないんだよ、おいたん。これも結構、珍しい。あ、あら、レベル46以上、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと正直わかんないんですけど、まあ、多分、雰囲気から察するに、多分明日の朝10時に集計すると思う。レベルを。ベビータミン、ありがとう、ふとこさん。こんばんは。おかえりなさい。こんばんは。ありがとう、月瀬さん。ビビットアミー初めてありがとうエアウタン久々の激しい動きおっさんいやもうあれを、本当にいや今日はですねペコ上原というお友達の生誕イベントに出演させていただいて踊ったんですよなんか踊ってみたとかよく YouTube であるじゃんまあそんな感じで踊りのコラボをしたんですけどで全部で4曲かな3曲まあ割と激しめで、1曲はペコ上原のラーメンの歌っていう曲があるのよ それをやったんですけどそうメンチョさんありがとうございますあれ曲名は多分調べればの本家が出てくるのでぜひぜひ見てほしいですけどもクレイジービートって曲とこれ去年もやったんですよねこれ難しいんですよね。そう。で、2曲目が、ヒステリックバレットって言って、葵ちゃんは、結構、ヒスバレって言うんですけど、そう、もともと結構好きな曲なんで、そう。何でもそれ踊る予定じゃなかったんです、葵ちゃん。踊る予定じゃなかったんですけど、一人、ちょっとコロナの関係で、今回のイベント、出れなくなっちゃって、で急遽そう2日ぐらいで覚えてみんなと合わせて今からだと10日も経ってないんだよね多分ぐらいでそう覚えてなんとかで3つ目は I'm High って曲でなんかいじめをテーマにした曲で曲中でいじめられてる子1人といじめてる女の子4人っていうまあなんか演技も入れたダンスみたいな感じですねそうもうにゃーって感じだったホイホイ、ありがとうホイホイ、こんばんはありがとうホイホイのラーメンの歌の時の元気さがすごかった。あおいたんと逆側にいたけどめっちゃ見えたよ。今日はありがとうありがとうね。ピューロ来たよありがとうドラゴンさん、こんばんはおかえりなさい。こんばんは、いじめこ、ありがとう。やめれやめれ。あら、素じゃないですよ。ありがとう、いじめさん。今日はありがとうございました。今の時期酸素が足りないって言うと確かにもう酸素がもう1曲目からしんどくてあれ本当にあーたんペロペロありがとうありがとう好きな果物は桃と同じといちごかなとりんごビビターミンありがとうゴーさんこんばんはおかえりなさいこんばんはありがとう弁当さんこんばんはおかえりなさいませあーごめんルーム間違えたんのどうしてこれ青いたんだよ今日は先にごめんなそんな恥ずかしいなんかツインやばいななんかじゃあ自分でそうハーフツインしようとしててそうやってたらマリモちゃんが可愛くしてあげるよって言ってやってくれましたそうピヨーン
ケツの肉がなくなったのかと思うほど痛かったって。いやーそうだね、ありがとう。ほんとそう、あの丸椅子はね、ごくり、こんばんだ。ありがとうレクタン、こんばんたん。今日はありがとうございました。ありがとう。何楽しめたのでしょうか。写真は撮れたのかしら。バーマスお疲れ様でした。ありがとう、マトルくん、おかえりなさい。今日はありがとうございました。はよう、はよう、はよう。厳選した写真10枚ぐらい。でも10枚もいけんのかな。なんか今日イベントがですね、撮影可能だったんですよ、写真撮影でも。まあその曲調べてみてもらえばわかるんですけども、もう激しくて、それをね、それをステージの下から写真撮るっていうのは照明もあるしね、こりゃ難しいよねって思っている。踊ってる側もレベル上がらなかった。おめでとうさーん。でもありがとうやってくれて。久しぶりにママタに会えて元気もらったぜ。照れ隠し、おお、久しぶりに葵タに会えて元気もらったぜの役。ありがとうブー、今日はありがとうございました。おかえりなさーい、ありがとう。いや、何、ありがとう、ありがとう、鍵閉め、ありがとう。ねえ、かわいすぎたわ本当に。ちょっとかっこよくやる曲だったけども、かっこよく、もうめったにめったにやらない、もうやらないですよ、もうこんにゃぴー。いじめっ子あおいたん、こんばんは。やめれ。いやでもみんな、なんか他の子たちもみんなアイムハイがよく、アイムハイって言うんだけど、そのいじめの曲、アイムハイがかっこよかったとか、すごいなんか面白かったみたいな、なんか印象に残ってる人が多かった。おかえり、ありがとう。ひろたむ、今日はありがとうございました。ごめん、30には届かなそう。そうだよね、一回やってないと30って多分勝手がわからないもんな。そうだよな。なんかとにかく連盟の連盟科学っていうところでお金を寄付できるんですよ。それをなんかで高速作戦ってやつをひたすら連打しまくってるとレベル上がる。後方から親戚で連写してた。そう、なんかすごい遠くてさ、そうみんなカメラ構えてんだけど遠くない、そっちの人たちと思っていたよ。やっと19になった。30までいけなかった。まだ大丈夫だよ、まだいける、まだいける。ビビアミどこまでする、ね、葵ちゃんはレベル60までで、多分もう今日中に61に上げることは厳しいだね、厳しいだねと思っているよね。そう、ラーメンの歌、ラーメン食べたくなった。そう、なんだっけ、あらららららららーめらら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 らってやつ、好きです。生誕イベントだったの。朗読劇は2つもバッドエンドだったし、ダンスはテーマいじめみんないじめしか残ってないのねえなんか生誕、あれがペコウエハラの生誕イベントです。ギリギリレベル50、そしてついに前にも、他からどっから来た、どっから来た。いやてかさ、なんかもうなんかあれですよね、なんかすごいですよね。ねえ、ラーメンの歌はなかなかおもろい写真が撮れた。そう、なんか絶対に真顔でやらなきゃいけないとこがあるんですよ、ラーメンの歌の振りで。そう、ちょっと笑っちゃったんだけど、そう、アイムハイ好き、本当にアイムハイ初めて聞いた時になんだこの曲と思って、そうなんか踊ってみたも見た時、なんかそれが一番葵たん練習しづらかったの、なんか気分が乗らなくて。そう、一番苦労したのヒステリックバレットなんだけど、みんなアイムハイよ、いじめっ子はあかんそう、途中で水ぶっかけたりするんですよ、まあエアですけど。こんばんは、今日はハーフアップですか。今日はハーフツインテールです。おかえりなさい、ありがとう。ミントカフェさん、こんばんは。 あれがいじめの歌か、納得。そうです、そうです、納得。好きな果物は、ありがとう翔太郎、こんばんは。おかえりなさいませ、ありがとうございます。見てハーフチュイン。すがしいのいじめ子、いじめの時の顔が痛いそういう顔作るのちょっと得意なの、なんでだろうね。あとで配信でまた楽しむ、ありがとうございます。配信だ、ちょっとどんぐらいになってるかなって感じ。まりもちゃんありがとう、ありがとう。レッカバーみさみさん、絶対言うと思った。おかえりキョンピ、こんばんは。めちゃ可愛いです、お世辞抜き。あ、優しい優しい、ありがとうございます。まあ、もう
もうしばらくやりません。ツインテ職人の分3割増しなわけだ。なんか衣装も、全部で着たのはまあ3着ぐらいかな。主に2着なんだけど、そう。かわいい衣装をね、用意してきました。あーたん、ペロ、ありがとう、ありがとう。ビビタミン、ありがとう、ちびたん、こんばんは。8枚はあげたよ、主にいじめ。もう顔がね、自分の顔が想像つくもん、大体それは。ありがとう。前部パンも後部パンも見どころありすぎて、取れ高やばかった、とってな。おっと次はリンゴちゃんだね。そうね、リンゴちゃんやらなきゃだね。これ片方だけにすればいい、リンゴちゃん。ちょっと違うな、こっからか。デイハー、もう大変だね、デイハー。いじめが印象的でした。いじめの歌だって聞いて、そう。いじめの歌よ。おかしいなぁ、そう。いじめの歌。だから、まあそう、みんな真っ黒い服を着るっていう。南波さん、いじめてる時の顔が一番良かったって再認識した。おかしいなぁ。でも、なんか割とステージ立って踊るの久しぶりだったけど、そう。なんかまあ割とやっぱなんか立つと楽しいですね。そう、勝手が分かんないままレベル40ちょっとで、わいわい、すごい。まあ積極的にその連名チャットで聞いたのも、そう、偉い。今日全部サツカかと思った NG 演者さんもいて怒られてしまった。あなんかね、対バンの人いたね。あいたはもっと事前に言っておけばよかった。ありがとう、ごめん、ありがとうってか、ごめん、ごめんね、怒られてごめんね。最後に、次のターゲットはペコ上原で終わるという本当に闇なお話と役がそう、だってあれ、なんかその踊ってみたをやるときって誰がどこのポジションをやるかっていうのをペコ上原が決めて送られてくるんですよ。そう、だペコ上原が最後いじめられたかったんです。画像を撮ろうと携帯取り出したら 99% なんとかってグループの女オタに戦えたから撮れなかった。やばやば、なんかそこのオタさんちょっと激しめって聞いた。なんとかギーで1レベル上がりました。ありがとうございます。来月の誕生日は配信で顔面ケーキを願い。いや、なんかそう、ペコエハラという子はなんか生誕で、去年はなんかちょっとコロナでやられたけど、そう、生誕でなんか毎年自ら顔面ケーキを用意するっていうのを決めてるんですって。だからちゃんと、そう、誰にレジャーシート持ってきてもらって、レジャーシートの上でなんかクリームみたいな、このパイ投げみたいなやつの、そう、やってもらうっていうの全部セットで自分でプロデュースしてるんで、彼女を15くらいで勧誘来てたよ、よく分からんけど、どっからっけ。いや、なんかすごいなんかね、すごい汚いの、なんか世界も。ビビターミーかわいい、ありがとう、おかえり、そうしたん、こんばんは。撮影 NG 箇所の告知が不足してましたよね。そうだね、アイタもなんか正直さ、アイタもなんか、そう、そんなに気にしてなかったんだけど、そう、失礼しやした。岩下の新生姜の死体みたいな席ありがとう。あれはちょっと量産できるやつなんで、チェキは2パターンですね、予約特典の時期は。ハーフツインで片付け、あ、そうですそうです。ちょっと今ちょっともうタンクトップというかあれがずれてるんですが、そう、今日はこれで行きました。そう、チョーカーは衣装でつけたまま帰ってきちゃった。で化学宝箱を開けたら絶対にレベル上がると思う、おいたん、安いにゃんの使用済みケーキは責任持って食べるから。おかしいじゃん。あ、そう。で、帰りにですね、歩いて行ける距離なんで、キッチンダイブさんの御徒町店に行ってきたんですよ、葵たん。そう、ちょっともう荷物が多くて、ちょっと1個しか買ってこれなかったですが、それをご紹介しようと思ってたんです。いじめ？うん、いじめ、いじめの教訓な。ハーフツイン大好物。そうなの？大好物。めったにやりませんけども、高速科学は、あ、そうだ、高速科学、そうだ、もうできないんだ、そうだ、明日の朝7時半までできないから、他の寄付と、あと隣すぐ近くに今もう一個連盟の建物を建ててるから、それに寄付。これはどうしたの、んこれは
いじめは演技じゃなくてマジやろ、マジじゃない。でも練習の時よりみんないじめ加減が倍増してた。そろそろ旅に出るか。どこへ、どこへなの。これはゲームに行けない。あ、ハーフツインのおかげでありがとう。あ、今日行けなくても一度に二つはできない人。大丈夫、そう、そういう人はいっぱいいる。ありがとうありがとう。前ぶっぱ足上げてください。可能な限りセクシーなポーズで、好きなキャラ水着なんだよねの3連後ぶっぱ帰ろうとするとさらされるほどそう。あいたんはちょちょなんかみんな、まあ、イベントに会いに来てくれるじゃん。そうでもイベントに会いに来てくれて、なんかその誰がどの人かわからないとか、ショールームでこの名前の人よく見るけど実際に現場でいるのかなとか、まあ、そういう話をよく耳にするんですよ。知られたくないという人もいるかもしれませんが、しませんが、もう帰るときはわざわざそう、みんなが本当帰るときにそう、はい、今日ありがとう、またねー、何々さんまたねっていうのをそうやってたね最後。99% なんとかのお宅一席で立ってて邪魔でした。なんかねちょっとクレームが、クレームをちらほら聞いてます。なんかすごいぶつかってきたりとか、うるさかったとか、そうちょっとそれはなんか他の葵田も誰に言ったらいいか分かんないけど、まあなんかペコ上原に言ってもいいと思うし、まあ彼女主催なんでね、あとそこの運営の方とか、ライブで立ち上がったから仕返しにどついてやろうかと思った。割と我慢した。ありがとうございます。それはちょっとねあれだね。こんばんは、ありがとうリンクさん、こんばんは、また来てくれてありがとう。毎年か、そう毎年らしいよ。そう去年はなかったけど15でも勧誘来るんですねなんか切ないよ。アイタン以外にピクリともスマホを動かさなかったので、勝ち組でした。あーなるほどね、アイタン出てる時だけということね。やばい爪取れたわ踊り激しすぎて爪取れた。あー爪取れたよ、どうする。かわいそう。まあ、いっか、まあ、いっか、今日のために可愛くしたようなもんだしね。どうぞ、これ今先着1名でこの爪プレゼントするよ。あった。生誕祭の感想ないけど南波さんの感想後でツイートしとくから、そう皆さんぜひねリプでも何でも、あと写真撮った方はね南波葵をタグ付けてツイートをぜひともお願いします。おかちましてずるい、やなんかずっと行きたいなと思って行けなくて、そうやっと行けました。ずるい腹減ったレンコの伏線回収してて草いやもうなんか途中まで結構本当になんかもうすごい延々と今日の練習をしてたんですよここ最近で、明け方昼夜となんか空き時間にできるだけ練習をして今日やって、もう本当に暑くてもう汗だくでやばかったんで、終わった直後はもうしんどい、水だけ欲しいって感じだったけど、時間が経つとお腹が空いた。一席で立ち上げた球力バトが全員殴ってやろうかと思った。いやーそうなんかしかも体が大きい人が多かったみたいで、ほんとちょっと許せんな。勝ちましてその手があったか、全然なんかめちゃくちゃなんか歩いてあっという間だったでですね。そう葵たんがいつもお世話になっているキッチンダイブっていうお弁当屋さんがあるんですけども、何まあ亀戸でお店をねやってて、おかちま地点に、新しいお店をオープンしたんですよ。で明日は水道橋店ができるらしくて、水道橋店のプレオープンをするらしいです。で葵たんはそう今日秋葉原でそのおかちま地点が結構ほんと近かったんで、ちょっとテクテク歩いて帰りに寄ってきて、こちら、焦がし醤油チャーハン、めっちゃいい匂いするしめっちゃうまそうじゃん。なんかこれ出来たてで、なんかそれなんか最初に違うんですよ葵たん、なんかなんだろう、なんか結構もうクタクタなんだけど、葵たんはなんか気持ち的に肉じゃがか唐揚げが食べたかったの、でもなくて、で
肉じゃがないんですかって言ったの、働いてる人に。あの女性の方なんだけど、そう。そしたら、あ、肉じゃが今煮込んでて、お家でちょっと寝かせてくれるならお出ししますって、優しい優しいと思って、あ、そうですかって言って、ちなみに今作ってるお弁当何ですかって言ったら、あ、これですみたいな、そう、え、それスイーツ出ますかみたいな、それ美味しそうですって言ったら売ってくれました。わがままわがままわがまま、うん、これねすごいすごいいい匂いがする。そう、1キロですと。じゃあちょっとこれをね、あの配信が終わったら食べますから。焦がし醤油チャーハン、うん、あ、スクショタイム、あ、これスクショタイム、はい、ハーフツイン焦がしチャーハン、スクショタイム、はい、てやばい、足しびれてきた。腹減ったでしょ、一席立ち上がったでしょ、殴りたいね、手があったか、そっか、寄付か、なる、そう、寄付ですね。結構寄付でやっぱお金を使うのが一番レベルが上がりやすい。最近の対バンライブもそうだけど、着席観戦のライブを立ちたいなら横か後ろ行けよって毎回思う。うん、だからなんかわかんない、治安的に 99% の方かわかんないけど、朗読劇の時に、まあ後ろだったけど、まあドリンクカウンター前ぐらいでも、なんか2人並んで座り込んでスマホいじってて、なんかまあわかるけど、なんかちょっとそれだ、もうもっと後ろ行ってって思った。明日の10時に集計だけ一応、なんかそもそもナローの運営さんが土日に運転してないので、稼働するのが平日の朝10時からなんですよ。だから個人戦の時も朝10時に爪取れた朝10時に集計してたんで、おそらくこの連盟戦も朝10時集計じゃないかなと思っている。少なくともワイが23区いた時はその辺配慮してたけどね、大事よな。青いさん10代みたい、あ、ありがとう、こんばんは大星さん、ハーフツインなの、今日はおかえり。まだいける、ありがとう、あ、まだいける、ありがとう、わざわざ呼び止めて名前さらしてる南波さんと慌ててるおたさんが微笑ましよかったよかった。前もいろいろ思うところありましたが、よそ様の生誕でいろいろ言うのと、南波さんのた、ああ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。そう、南波さんは、もう南波さん、大丈夫、大丈夫。そう。グッド我慢。まあなんか、それで、なんかすごい大揉めとかになったら、あれだけど、なんか、割とまあ、ペコウヒャラぐらいだったら、もう、いやなんか普通にね、普通に信頼関係は築けてるから、それはなんか、報告すべきなとか報告したいなって感じ。で 99% マナーさんナンバーワンでしたね。演者さんからそう、じゃあ 99% さん自体は裏で別にそんなこと、なんかむしろお疲れ様ですみたいな感じだったから、なんかそういうのってやっぱなんかさ、なんかそういうのさ影響するよね。肩ペロペロさせてくれますか、あ、うん、できるもんならどうぞ。完全に勘違いしてたよね、あの連中だけ、なんでだろうね、勧誘来てなんでって思いました。青いたん、あ、でも青いたんもまあね、連盟の名手だからだけど、全然勧誘は来ないですよ。合併しませんかって言われたぐらいだね。イベント行く機会あったら黙って行って黙って帰るねんね。やだ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 、お話しするの、やだ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 。たまにいるのよね、本当に黙ってきて黙って帰っちゃう方いるけど、絶対にもう話そう。こんばんは、ありがとう、ブルーライトさん、かわいい、ありがとう、おかえりなさーい。あら、欲しい爪、音の名前大声で呼ぶ、そう、よくやってる。入場で最前張ったのに正番入場で後ろ行かされたから根に持たれた可能性、入場、あー、なるほどね。でもそれはさ、チケットだから当たり前だよね。よくタカちゃんがドロップキックしなかった。ドロップキックできんの、ドロップキック。爪ください、爪ください、あれ、爪欲しい人、10枚だったらいけるよ、いける。今ちょっとどっちもお花の方がちょっと取れちゃった。大事な薬指をずっと開けておくわけにはいきませんよ。
薬指もう開けとこう開けとこう、なんかカペカペしてます。くれるのいるこれ。ちなみに到着時によく見ないで立て看板取ったら前のやつだった。あれか、対バンしてたらしいからね。まあ、アイオータが自身の推しの価値を下げてるっていうね。そう反面教師じゃない我々も気をつけよう。そう、まあ99演者さんすれ違いちょっと挨拶、丁寧にご挨拶から交換でした。そうなんですよね。そう、まあでも関わりたくないですよね、そのなんかファンのオタさんっていうの。そう、見た水道橋ね、水道橋ね、なんかどんどん勢力拡大。神奈川進出はまだか神奈川キッチンダイブさんありがとう、レイさんおかえりありがとう、ビビアミもありがとうね。肉じゃが鉄板よね。そう、肉じゃがはやっぱ人気だからね。本当にでもこれさ、なんかそのチャーハンもそうだし、なんかこの唐揚げもなんかすごいいい匂いするのよ。そうな、ちょっとこういうのいいよね。うん、全然手を抜いてくれないうん、ね、そうなんかありがたい。防犯カメラの映像をさらして罰金稼いで新店作ったの。まあでもあれはね、なんかああいうやからは良くないね。買わなかったんかい肉じゃが。そう、いやちょっとね、そうご迷惑ですから。わがまま娘そう肉じゃが食べたかったね。これから食べるのか、これから。だからそもそも今日今日何も食べてなくに等しくて、そうリハも結構入り早くて、リハーサルで。でもいやリハちょっと前なんかいろいろ、もうこれは続きは物販でですけど、リハーサルがなんかいろいろあって、めちゃ早く入りしたのにリハーサルほとんどできなかったんですよ。で本当にギリギリになって、でもリハーサル終わらなくてなんか葵ちゃんの前物販とかも遅くなりました、始めるのがね。そうもろもろコビの売り方がこれ食べきれる、なんか母上と一緒に食べるからメテロだー。もう全然夜中に食べるのが大好き。ハーフツイン焦がしちゃあかんやろー、焦がしハーフツイン。まあ二度とない組み合わせ。あーね、そう二度とない、確かに。そうスクショしたい、せっかくだから録画してるわ途中から。ん、あこれをうん、どうぞ。そうめったにもうめったにないハーフツインかけるキッチンダイブだから。スクショしくった店員さんに敬意を持って対応すれば店員さんも答えてくれる、いい例。いやなんか店員さんなんかすごいね、すごいよきこんばんは、寝ましてた、おはよう、ありがとう、ハク様こんばんは、今日はありがとうございました、おかえりなさい。アイさんこんばんは、かわいい、ありがとう、ハロプルさん、そうハーフチュイン、チューチューチュー。マジレンジャーさんの、視界でスマホいじりはありえん。そうちょっと、そうマツルくんなんてね、あんなに後ろにいてスマホいじってたもんね。そうだ、そんぐらいやってくれたら好感が持てます。と画像付きでリプしといただ。ありがとう、何こっちとらビビタービーやりたくて、ひしごやで提案で、あいたは空き、まあ空きでもそんなに空き時間なくて不安で、裏でも振り確認すごいずっとしてたんで、なんかたまにみんな集まってをしてたぐらい。そう本当だね、本当にこれ全部開けな、見てこんなに溜まることあるね。ねえこんなに科学宝箱 100K 溜まることなんてあります？ねえ、そのさスキル箱も全部開けてないしさ、ほら金貨バンバン 2.62K って青いタンが欲しいよ。あとこのスキル使いな、このスキン使いな。そうね、なんかねレベル上がる要素めちゃくちゃ全部持ってるからさ、全部開けて、今日全部開けてこっちとでしょ。なんで主演物販の時に爪剥がれなかったんだよちょっと残念だったね。ちょ他の指はまだっぽい、うん他の指はまだっぽいです。でじゃあもともとを10時集計にしとけばいいのに。それね、そうなの、一応
一応あれなんだけど、でもなんか抜ける人いないよね。もうスパいなかったんかな、いたの連盟。99番目前リプしてやりたい、チキンだからしない。いやーね、ちょっとでもああいうって他の界隈でもやってるでしょうね。あ、ペコとのにゴマすり忘れる。ごめん、もうなんか、そう、何来年もよろしくお願いしますって言ってた。99番太田さん、ほら、演者さんは良かった。そう、演者さんはね、全然あれだったけど、悲しいね。ラーメンの歌の時ラーメン食べたかった。ででででででそう。ラーメンが一番気楽にできますよ、そう。真後ろにいたから立ち上がった瞬間、アッパーカットしてやろうかと。真後ろ、ポン、ポン、あーね、あー、アートポンね。わいもうネット特典会が控えてたんで、ぺこ上原様にご挨拶しよう。いよいよ、いよいよ、お花ください。ん？爪の？できるぞ、重いから膝下ぐらいまでしか飛べないけど。あれ？あ、どこか、こっか。そう、あいたもできるよ、ドロップキック。次こそは毎日期頼みますよ。期待してるから、どうすればいい毎日期。もう、もろ水着なのよ。前の人はただの舞台観劇の客だと思って生きれると思ったんでしょ。あー、なるほどな。やめなさい、やめなさい、そこで他アイドル出すの。焦がしチャーハンいいなー。ね、なんか、もうツイッターとかでさ、たまにいろいろね、なんかいろいろ流れてて美味しそうだなーって思うけど、これはなんか、これはとても気に入りそうな予感。我慢できないから言うけど、久しぶりに会えてめっちゃ嬉しかった。いいね、いいね、それだよ、欲しかったの、それそれそれ、ありがとう。いや、あいたもなんかすごい、ね、ほんと、まずなんかほんとこういう会えるイベントがね、最近限られてて、舞台もこの間あったけど面会できなかったし、そう、の割にはなんかわかんない、あいたん物販でもふざけ倒しててよく覚えてないけど。もうありがとうございました。まあリハなくてもいいくらいに仕上がってたんでしょ。いや、もう立ち位置だけ確認しました、リハは。あ、だから前物販ちょっと遅れ気味だったんですね。そうそうそう。でも、そう、なんかもうリハももういろいろてんやわんやで遅れたのに、無理やり会場して開演に持ち込んだから、そう、バタバタって感じ。隣で物販してた武田さん、太田さんが速攻枯れてめっちゃいたたま、うん、葵たんもちょっと視界の隅で気になってたけど、そう、それってなんか気にされると余計なんかあれだから、あの、スンってしました。スマホいじりニコニコで、バラさえの草。いやね、なんかまあ、いいんですよ。そう、配慮を感じない、感じられればいいじゃん。感じられないのはちょっとあれだよね。めっちゃ溜まってる。そう、溜まりすぎよね。本当に開けてほしい。あおいたんこんばんは。今日もかわいい。ありがとう、やったまる。こんばんは。今日はハーフドゥインなの。すごい溜まり具合ね。いや、あれは全部開けるべきものよ。スキン、あ、使ってない。スキン使えよー。あともうちょいレベル上げるんだけど、まだです、まだいける、全然いけます。そう、みんなが寝るまでお願いします。あ、ソダシがテレビ出てる。嘘、いいなぁ、いいなぁ。 100K ってやばくない？すげー大量。あおいたん 1K 貯まればもうヤフーイっつってすぐ開けちゃうのに。速攻使ってなんぼのもんぼか。そう、これ使えば全部レベル上がるよね。2レベルぐらい上がりそう。金貨バンバンはワイも未使用で2点。なんでなんでなんで。もう金貨はわかんない。あおいたん最初使っちゃったのもあるけど、レベル40以上ぐらいだったら大してあれだから、もうどんどん開けよう。抜けても行くところない。そうしたーん。爪剥がされるリアルないじめられっ子の役ができたのにね。爪剥がされるの怖い。南波さんはドロップキックでローキックが思考。ジュリエットもやってないけどね、欲しがる。待ってたよ。そう、久しぶりに会った結果人見知りが発動しました。なんか、そう、あんまり、そう、最後ね、そう、ちゃんと、そう、もう一回最後のギリで話せたらよかった。あいたん生誕には行きます。ありがとうございます。そんなことより職業が決まらない問題だ。強くなりたいか、まあ何、本当攻撃力アップか守備に入るか。物販とか何ですかそれ、悲しいわ。いや、そう、物販でわちゃわちゃしました。あいたんの歌も聞きたいよー。ドレッシーディーズ。いやね、そう、なんかね、まあなんか
たまに思うけど、そう生誕イベントに他のね他の子の生誕イベントとか出ると、あーなんか葵たんも生誕イベント開こうかなみたいな、生誕ライブかそう開いてやろうかなとか、まあ稀に思うんですけど、結構準備するのまあ大変だし時間かけないとだし、そうまあね、やるのはまあ引退する時ぐらいでいいのではないかと思っている。ワイの舞台の感想、いろんな脇が見れた、南波さんの膝のあざが心配、最後着替えてきて、マルーバイ忘れてきたのかと思った、おこら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 、なんかあの T シャツはなんかそう、あの T シャツ着るとマジでまな板に見えるよね、わかる。なんか自分で用意した衣装は結構なんか普通にぴっちりボディラインが見える系の感じで、なんか普通に割と胸大きく見えるじゃんあれ、そうなんだけど、あの T シャツなんか着ると真っさらだよね、なんでだろうね。ワイもアトウーパーの時会場側を覗くとこっち来て目線オーラの演者さんが、あーいやそうだよね、それはそう、なんかまあ去年はもっと人少なかったんですよお客さんが、だからそれこそなんかね、なんかいろんなお客さんが回ってチェキ取ってくれてたけど、水かけるところ見てねえそこ変わってって思ったから、多分嘘じゃんそうかけられたいん。動きは挙動不審なのが懐かしかった、挙動不審どこがよどこが。最後は溜めてあった洗濯カバー番まで無理食いレビュー上げ、あーありがとう。まな板とはんでもなんかもう葵た終盤本当に疲れてどんどん足がガニ股になるっていう問題、卒業生誕は切ね、確かに確かに、なんでだろうね。ちょっと確認してみないと、どうなの。ぜひ撮影会で水を、これみんな葵たに水をかけられたい人募集中。動きが G みたいもうね、もうへ、あいた明日は、まあ明日はまあ一応マイスタでフリーコインイベが始まるんで、ちょっとそれの動画をちょっとこれから急いで作ってあげる準備したいなと思ってるんですよ。明日のねなんか昼からあれなんで、そうあげようと思ってますので、マイスタ見といてください。でまあだビビアミが一旦朝10時で締め切りなんで、何ちょっと寝ようかなと思ってる。ちょっと満身創痍だから、あとちょっと近々置いたんコロナのワクチン受けるので体調を万全にしておかないとなみたいなのもあります。母親目の前して可能な限りセクシーなボーイとかマインのボーイとか母親と思ってない母親の前でよく言うな。あ手挙げてる、あ水かけられたい人こっち来なやっぱ疲れると巣に戻られただからアイムハイのいじめの顔があんなに、いやいやそんなことない、ね、水頼む。なんかあれはそうちょっと水入れといて開けてプシャーっていうのね、楽しいですけどねやるのねあれ。一応ママタンに配慮してる太田さんたちが微笑ましかった配慮。トマトジュースかけて、嘘真っ赤だよ、血のようだよ、ケチャップでいいかな、カメナルモンもはや。今日は浜松町時代並みにチェキ後速攻帰宅オーターしてしまった、そうすぐ帰ってたね、ありがとう。でもほんといてくれて、顔面ケーキの方でもいいよこれ顔面ケーキしてあげるよ。朝10時まで、うん一応ね。ちら水かけてもらえるってね、なんでみんな水かけてほしいの。まあ今日のですねイベントはですね、配信のアーカイブが9月の5日まで残るんですよ。なので今からでも買えるし、ツイキャスなんですけど、そうここカメラはここツイキャスなんですけど、2000円で買えます。備考欄かなんかメッセージ欄みたいなところにナンバーおやつかいって書いておいてください。でちょっとまあ映像のなんか止まったりとかどうなんだろう、アーカイブは分かんないんですけど
まあ、今日来た方もね来れなかった方もこちら見て、あの葵たんは何なんかダンスコラボのとこでいるんで、ダンスコラボだと一番最後かいるので、ちょっとそこを調べて、そうぜひ、まあ、あのダンスコラボはね特に何必死に練習したんで見てください。ポーズ取るとママたんのダメ出しが出るのが微笑ましいかな。ほら、たっぷり寝て、ちょっとねもう結構もうヘトヘトのベタベタのもうあれよ、ワクチン早く受け、そうワクチン受けるのまでね、そうあのみんな熱出てるし、そう寝ろと言っても寝ない青いた、そうなのよ、そうみんな寝るんだよ。ガニ股ひねずみ、そうなのよ、寝てください。みんなありがとう睡眠を。南波さん、いじめるシーンになると少ししゃくれるよねとは、しゃくれる、どうなんだろう、ステージ下から見るとそう見えるのかな。なんか何あんまり口元は気にしてない、基本的になんか目とか目の動かし方だから、なんかそこは。今日のお父さん役の人、この間の舞台出た？お父さん役？今日のお父さん役？あれお父さんって誰がやったっけ？朗読劇？お父さんってだ、あれお父さん誰がやった？顔面ケーキは足でこう、足？めっちゃ演技と声が良かった、素敵だった、言ってあげなよ本人に。14代目花子さんって方ライブ中本当にトマトジュースかけて、怖っ、怖っ、今さらだけどこの可愛さは何今日。やったー、よかったよ、よかった。ちゃんとこれのね、そうソロの写真を撮ってあるので明日とかに載せたいと思います。何ピンクのチェックのワンピースの衣装と、あと黒いジャケットの衣装。うぅ、照明が落ちた時も小芝居、褒め言葉あってよかった、すごい褒めてるじゃん。ピューロ行きたい、あマッスありがとう、こんばんは、おかえりなさい。毎日その姿でお願いします。もうないです、だ本当に今ハーフトゥイモだし、チョーカーもしないし、肩出しは偶然。多少止まるけどすぐに再開してたから見づらくはないです、生配信はらしいです。あー、くるりさん、くるりさんはあれだよ、サビ楽、何かくも寂しき人間、人たち、人間たちへ、サビ楽の脚本を書いてくれた人です。そうで、まあなんかその方のね舞台も誘われてたんですけど、ちょっと前にね、そう誘われたんだけどちょっと出れなかったんで、また今度ぜひお願いしますっていう話を今日した。水かけるところ見て、これは配信で見なければって確定でした。どうなんだろう、配信でどう映ってんだろう。ステージから客席に降りて口から入ってた、しんどいしんどい、それは結構葵たん潔癖だからもう無理。好きな果物、ありがとう埼玉さん、こんばんは。桃と梨といちごとりんごかな。ショップで販売するんじゃないの。あ、ショップで今日の衣装ですか。いや、そう悩んだんですよ、チェキ取っとくか、うん、でもないです。改めて撮ろうかなとはちょっと後から思ってるけど、今んとこないです。だから事前にカッパ欲しい人は、ああなるほどね、なんかイルカショーみたいだね。今日の衣装、私服めっちゃ可愛かった、似合ってたよ、ありがとう。さっきからめっちゃ褒めるじゃん。あれはまあ衣装だけど、まあ今日のためにちょっと用意した。でめっちゃ可愛い、なんかめっちゃなんかすごい褒めてくれ、どうしたの、どうしたのみんな、いつもなんかあれかな、どうしようよ。今日何、やめてやめて、たまごちゃん、黒ジャケ気になったのよね。あれは黒ジャケの中に、あれもね、なんかね、ここなんか肩が見えてるインナー着てるんですけど、ジャケット着ててあんま見えないね。そう、今日の楓を里やんだ配信チームは比較的ちゃんとしてたので、配信楽しみを、ちゃんとしてた。よかったよかった、大事大事。
花子さんに顔面にトマトジュース吐き、うわのりおさんお帰り、水かけてるって分かったよ配信で、マジでいじめかって思った、あよかった。そう結構あれ水かける角度とかさちょっとそう気にしてそうやって、そうハーフツインチキンないですどうしましょう、あのちゃんとあの今度やるです、今度やるです、何回いやそうちょっとあんまりなんか思ったより時間なかったね。そうまああの裏で朗読劇見てたりもあったけど、言いなさいよつだちょっとあの自撮りアプリで撮っちゃったんで、ちゃんとしたチェキカメラで後日撮りますね。ないのか、後日撮れますね、撮れます撮れます。あともうもう本当てか出番前が本当に時間なくて、出番後はもう汗でなんかもうドロドロで、そうこんばんは、ありがとうたんこさん、こんばんは、おかえり、ありがとうビビタミン、ないのサトポンが泣くのは珍しいよこれは。言っとくけどガチだからね、やだ。コロナ中でもやる、そういうのを消去を逃すって言うんだぞあれあれ、違う、みんな先に浴衣出したいんだ一旦。今までの、フリルのロンスカワンピースみたいなイメージしかなかったから新鮮だった。なんで私服知ってんの、ありがとう。いや私服あれじゃない、ライブの出待ちを、今日なんかあったの、可愛いけど、あったよツイッター見て、被害者がいた、あるんだな上目遣い、んね、こうやるとさなんかもうぶりっ子キモいよね。一心の赤坂の箱へもう、チェキ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 、まああのちょっと、後日本当に、でも本当にちょっと割と時間がなかったんだよ。浴衣また浴衣のチェキを先に、夏が終わる前に配信の今のこれはベスト5、どれわからんちだよ、もう結構ボサボサだよ、いたんボサボサだよ。同時に出して人気投票だ、絶対みんなもうハーフツインだ、もういたもうこれしかも自分で結べるかわかんないよ、やってもらったからピー、キモくないからみんな今日優しい世界だね。ライブの出待ちとか言わないで、否定はできない出待ち、そういえばこの間のチェキをセリアで売ってるチェキに入れられる貯金箱に入れた葵炭貯金、何それ、チェキ入れられる貯金箱って何それ、セリアにあるんだそんなの、ありがとう葵炭貯金、嬉しい、いつ何を目標にしてるんだ、これ出たら軽率に積みそうで怖い、これでこの姿でサンタの服を着ればいいんだべツインテールだ、かわいい、かわいい、ありがとう、イムくん、こんばんは。鉄は熱いうちに売って、チェキはエロいうちに売れって言うだろう、全然エロくないんだよ、これ舞台の時は昼夜の間に30枚近く撮ったくせに、あれは時間なかったけど、あったけどなかったけど、あったよ。ハーフツインだったらもっと貯められると思うんだけどな、困らせるのやめな。他の人より全然困らしてない。ちょっとこの姿覚えとこう、おいた。なんかでもさ、これさ違う日にやったらなんか違うってなるんでしょ、なんでだろう、今日だけのだよ、カフェやりましょう、これでですか、いらっしゃいませ。むしろママタンとのお話が本現場、ほらサンタじゃダメなんだよこれは。難しいなんだ今日みんなどうしたの、わかんないよ、葵たもうわからないよ。姿と服装も含めてよ、この私服はなんか一回ねあれなんですけど、そうで衣装は気に入ってるよ結構、そうふわー、ネムネムだよ葵た。小銭を持っていくとガチャガチャをしてしまうので、それ防止の小銭貯金して、あ、なるほどね。だからでもミータンなんかさ、そう可愛いじゃん、なんかいろいろ可愛いじゃん、インスタも可愛いじゃん。やべえ、私物サイン券当日のみ有効か、あ違う、あれ当日のみ有効消してないや、おいたん車線を引いてるの、あれはだから今日からいつでも使ってください、
それはそう、しくしく。デカ弁食う前に取っておきなさいよ。もうダメだよ、もうダメだよ。だってもう、もう、でもちゃんとちゃんとちゃんと写真撮ったよ。写真は、どこだっけ。ちゃんとね、ちゃんとね、どれだろう。でもあんまり見えてないかな。どうだろう。ちゃんと、ほら、ちゃんとこういうの撮ったよ。こういう、ツイッター用、こういうの、ちゃんと、あと何？ほら、こういう黒いやつもね、まああんま見えないけど、あんま見えないけど、撮ったよね。とりあえず、いや寝ましょう。そのご飯食べて、ビビタミンを朝までやって、おねねかな。なんとか適当参集できたので、よかった。ありがとう、ありがとう、参集。歯、青いたんのが可愛いんですけど。怖いよ、怖いよ、口。みーたんはそんなこと言わない。しぶとサイン券は小里の時でも適当に書いても、いつでも大丈夫です。そう、今日の配信のスクショが増えていく。じゃ何がいい、スクショポーズ。もうそろそろ終わるよ配信。何がいいのかな。何がいい、なんかない、ポーズない。スクショ勢のためにコメント自粛、自重か、自重しないと。何がいい、変なことしちゃうよ、こうやって。あ、車線か。そうです、ごめんね、ごめんね。そう、車線です。そう、雰囲気がね大事よ。難しいだな。じゃあ、あくびで。お母さん、だがしかし、岩下の試合の下みたいな時期に入った。あれは本当に昨日あのダンスの自主練をしてて、ああもう踊れないってくったくたで撮ったやつ。嘆かないで、嘆かないで。とた、いじめられてる姿を見てにやりの表情をお願いします。無理です、あれはああいう役の時じゃないとやっぱりね。そう、とた。あくび。はい、ということで皆さんありがとうございます。なんかすごい、なんか褒めてくれてありがたいですけども、ありがとうございます、ありがとう。結果前物販で鍵開けして後物販で鍵閉めた、それなりにもどうしこん、ありがとう。なんかトトロのメイちゃんみたいな。あなたただてーなら。でアクビいただき、みんなアクビちゃん、すって何、すーきやき。おかえりおいた、ありがとうよぴーさん、こんばんは。ネタフリで、どういうこと、なんで。またね、ありがとうね、お疲れ様でした、ありがとう。表情いいよね、外水差し出したら差してね。差してね。照れてる、激しい動きない事情あった、あったの、ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございます。もしよければね、寝るまではまあ大丈夫だと思って、全然の、あのビビッドアーミーのゲームね、あの連盟戦最終日です。まあちょっとやれるとこまでやってみようというところで、やるとこまで、諦めず頑張っていきましょう。そしてですね、今から1週間後、まあ今日月曜の夜9時にまず正式な順位発表とかがあります、ピューロガールズので。1週間後、8月30日月曜日から、ピューロガールズオーディションの4次審査が、始まります。なのでですね、皆さん、よければまあ毎日ね、なんかあの動画にチアしてチアレベル上げたり、あとあのフリーコインをね、そう、あのこういうね忘れずに全部取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。初めてない方はぜひちょっとファン登録をお願いします。
とライブがコロッケでスタンディングだったらあいつら弾き飛ばしてやったのに弾き飛ばす。お疲れ様でした、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとう。平坦さんも良かったよ、南波さんに会えたのが一番だったけど、ありがとうございます、ありがとう。めっちゃ可愛いぞ、なんだよこれ、なんだ、え、ん、誰だ、誰のことを言って怖いよ。お疲れ様でした、ありがとうございます。おっと本音が漏れすぎて帰っちゃう、いいぞ出せ。このハーフツインあげられたらビビタミ連盟に国には加入するのに。そうね、みんなね、でもまあなんか最終的に、まあ、ビビタミの連盟に入ってくれた方は何ツイッターのね ID を教えてくれたらお礼画像をまあ共通だけどみんなお礼画像を送りつけようと思っている。はーい、ありがとう、はーい。飯食ってよだれ垂らして寝落ちたら春ママに起こしてもらえたの春ママ疲れてるから、ビビタミありがとう、怖いよ、逆にこっちが怖い。あれ確かにハーフツインは激レア、あんまないです。今日なんかその髪型のバランス的にポニーテールはいるし、まあ下ろしてるというか結構ショートボブの子とかが多かったんですよ。だからバランス的にツインだなーって思って、でもなんかただのツインテールだとなんかあれだなーと思って、ちょっとハーフツイン挑戦しようかなーと思ってそうやりました。そう、お疲れ様、いろいろありがとう。その姿でキャラでいたらスキン買うよね、何がいいかな、なんかセリフ考えようよ、なんかねえねえ、スキン 12K 即買いよね即買い、ちゃんと何レベル100までやってもらうて、リンゴちゃんならもっと目立ってたのに、なんで逆に今日の演者、そうなんですよ。そうなんかショートカットとこのボブが多くて、そうだ、まあそう下ろしてそのまま下ろすの前だけど、踊るとやっぱね髪の毛あれなんで、ここで止めたいなとなると、でも可愛い感じを出したいなと思って、ゴキブリ。チョーカーめっちゃ似合ってるんだわ、分かったチョーカーは多分向こう5年ぐらいつけないですね、もう。ツインテはネモス神ビビタもう終わりでいいのかな、一応まあもういいかなというところまで、寝るまでターコさんが、脇はお母さんが良かった、どういうことおかちね、おかち可愛い感じだった今日。はい、ということで皆さんコメントありがとうございました。流れちゃった方いたらごめんなさい、またコメントしてください。5位ストコさんありがとう。4位八重さんありがとう。3位雷門ありがとう。2位はるみんみんありがとう。1位ブーありがとうございます。他にもタネは50カウントコメントありがとうございました。右上のハートが白い方、毎日配信してるのでぜひピンク色にお願いします。あと葵たんのツイッターやインスタグラムぜひフォローしてご覧ください。拡散希望、すべて拡散希望。そしてね、今日会いに来てくれた皆様本当にありがとうございます。配信で見てくれた方もありがとうございました。次お会いできるのはおそらく、9月3、4、5に、一応撮影会を予定しておりますので、そこでお会いできるかなという感じでございます。よろしくお願いします。立てて6位のあれまあいいか。猫衣装着て鈴を、全然ひねずみと一緒だ、ひねずみ来たじゃん。次回チョーカーは5年後誰だかしら、こらありがとう、みんなありがとうございました。5年後までに、そう、あんまりチョーカーをまず自分で買わなくて、これは偶然事前に1回買って、昔買って使わなかったやつが出てきたから使ったんですよ。ありがとう、みんなありがとうございます、ありがとう。はい、ということで、ね、キッチンダイブさんもよろしくお願いします。ちゃんとこれスクショした人、ハッシュタグキッチンダイブ、ハッシュタグハーフツインテール。はい、
ということで、それでは以上、あおいたんこと難波あおいでした。みんないい夢見てね。おやすみなさーん。くんくん。